マネーの裏トラーガオー、はい、始まりました。五十嵐マリエさんです。いやどうもお疲れ様。ちょっとやんごとなき事情で検証になられたそうですね。やんごとなき事情、はい、そうなんです。はい、ちょっと関節、ね、無茶を、無茶を、やんちゃをしまして。はい、ですね、関節的には俺のせいかなと。円形脱毛症に腱鞘炎というですね。2人、病院に送って、病院に送ってしまいました。病院送って。すいスパルタのもんで。申し訳ございません。はい、バンブーフ乗れるんですか？バンブーフはそれなので、ちょっと1週間ちょいぐらい乗れない期間があって。ああ、そうですか。はい。もう大丈夫です。大丈夫ですか？バッチリです。はい。どうですか、その後の展開。インスタグラマーへの道。あ、インスタグラマー、そっちはそっちで、はい、そっちで直接なんか今のところお金がっていう仕組みにはまだなってないんですけど、はい、なんかそれで久々にコンタクト取れた同じ業界の人とかと、はい、なんか今度こういう仕事しようみたいな話をしたりとか、まあ、それはそれでいい方向かなと思ってはいるんですけど、はい、なんか、まあ、それでそこだけでそういうのやるの難しいなと思って、はい、まあインスタもそうなんですけど、はい、なんかやっぱオンラインでできるなんかサービスをしたいなと思って、うん、あ、そうなの？そうなの？まあ、インスタはインスタで袖の告知をとして、はいはい、引き続きやっていこうと思うんですけど、うん、なんかそういうサービスを考えてます。考えてる。何やるんですか？なんか曲の配信とか。ついに、すごい。ついに、でもない、違う、ついに、ミッドやる、ミッドやる気になりました。それではありません。じゃなくて。そうだね。いろいろ紆余曲折しまくった結果、はい、まあ、本業の一部分を、はい、今みたいなリソースを割かずにできることを、ああ、この間俺が言ったやつだ。そう、おー、やっぱりやるべきかなと思って、うん、そうですね、そうですね、はい、前からそう思ってましたそうですよね、はい、で、まあ、それをインスタとかでも周知しつつ、あとはインスタではその自分が普段やってることとかは見てもらいつつ、うん、はい、まあ、本当に単純にインテリアコーディネーターをしてるので、はい、みんな知らないんですよ、それ。そう、意外と相談を受ける、はい、オンラインで受けるとか、はいはい、まあ、あとプランを考えるとか、で会わなくてもやってる人が結構いるので、はい、そのサービスを始めようと、はい、なるほどね、はい、いいじゃないですか。でそのために、まあ、インスタとかも活用したいなと思うんですけど、はい、はい、バンムーフもさ、俺思ったんですけど、はい、鉄則、やっぱり現場の移動は早い方がいいですよ。はい、そうですバンムーフ結局その本業にめっちゃお役立ちになっちゃったんじゃないかと思ってるんですけど、そうなんです、結論的には。そうなんです、はい、なんか結構近いけど歩くとめんどくさい距離にあるこうショールームとか、うん、はい、お店とか回るときとか、はい、なんだかんだ言ってめちゃくちゃ活用されてます。つまり生産性が上がってるということですか？あ、そうですね、それに一役買ってます、ね、バンブーフさんが。そういうことですね。じゃあこれをさらにネットに展開して、はい、売り上げをゲットする方向に持っていくと、はい、やっぱり落ち着くとこ落ち着くね、はい、今までいろいろちょっとなんか本業と全然違うことで一本の柱立てなきゃいけないんじゃないかとか、はいはい、考えてたんですけど、はい、なんか意外としっくり、あ、そっか、そこだったらできるかもっていう感じで持ってます。そうですね、本業につなげた方がいいっすよ。五十嵐さんだってそもそももう本業で食えてるわけだしさ。ね、そうですよね、もともと本業なかった人が。そうなんですよ、私はなかったんですよ。本業作ったんですからね。そうなんですよ。そうそうそう、でも、そう、ゆかちゃんのやってることを見て、はい、なんか私もオンラインでできることとかもっとあるはずだなって改めて気がつきまして、ね、はい、参考にさせていただきました、はい、なるほど。じゃあひょっとしてマリエ .com みたいなのから始めるんですか？なんかそれもありなんですけど、はい、普通にそういうサービスをこう掲載できるサイトがあるので、うん、あるのすでに、まあ、そういうところにまず出してみようかなと思ってるので、はい、次回までに、はい、いや次回までと言わずにもうここでアピールしてください。あ、ここでそうアピールしたいんですけど、アピールの間ですよ、何言ってるんですか、はい、アピールしたいんですけど、今ねまだ価格設定を悩んでて、価格設定悩んでんの？それはもうぼったくり価格でしょう。ぼったくりの、はい、でも一応今考えてるプランは、オンラインで、はい、ズームとか、はい、まあ、何でもいいんですけど、はい、LINE のビデオ通話とかで、はい、こう困ってるところ、お部屋の悩みをビデオでチャットしながら相談する、はい、なるほど、っていうのが一個、なるほど、まあ、60分、はい、っていうのと、はい、あとは
こういう部屋にしたいですとか、はい、まあ、引っ越すんですとか、模様替えしたいですっていうお悩みを聞いて、はい、それに対して私が提案をするっていう、はい、なるほど。それは別にあ1個いいこと思いついちゃった。何ですか？マリエハウスってありですか？マリエハウス、うん、どっかなんかそういう住宅やってるところと組んで、あの五十嵐さんのコンセプトがそのまま反映したお家作れるみたいな、できたらいいですね。でもいや、というか最悪、最悪って申し訳ない、最悪じゃないけど最悪じゃないけど、もしどうしてももうそのマリエにの空気の中に浸って過ごしたいっていう水郷な人がいるかもしれない。水郷じゃないですよ。マリエポスターとか、マリエコンセプトの中に体感したいっていう人いるかもしれないですから。ちなみにあのうちのオフィス全部五十嵐さんなんですよ、実は。マリエ仕様なんですね。俺、うちの私もよりうちのスタッフ、まあ、勝間和也も含めてですけど、はい、マリエ空間にいるんです、実は。そうですよね、包まれてますね。非常にあの一応これはおだてるわけじゃないですけど、うん、あの我々 の, あのこうやりたいことをよく理解してくれて、うん、でそのコストもしっかりと、うん、あの言った通りに、うん、あの収めてくれたんで大変助かってますよ。はい、ちょっと今ね、あのメインの事務所散らかってるのはね、俺たちが散らかしてるし、もうちょっとね、あの当初予定したもよ量よりも、なんかちょっと物が増えちゃって、今ちょっとあのトランクルームとか借りて、ちょっときれいにしてるんですけど、はい、なんで、そういうのに浸りたい人はありですよね。ありですね、ありですよね。あとはなんかほら、賃貸住宅とかでも、今結構いじれるとこ多いので、うん、全部やってくださいみたいなのもありでしょ。ありです。ね、そうですよね。なので、まあ、オンラインでの、こういうあの相談とかを聞いて、はい、いやでも実際ここまでやってくださいみたいな追加の要望があれば、はい、それはそれで、あ、お仕事としてやっていただけると、はい、したいなと。なるほどね。いや大変ですけどね、うん、そろそろでも助手をなんかやっぱり必要になってくるね、うん、そういうのとね。そうですね、先生お願いしますみたいな感じで、ちょっとじゃあシャンプーとか言って、でもまずはシャンプーシャンプーじゃあちょっとシャンプーなんとかシャンプーシャンプーやっていい美容師さんで先生お願いしますはいとか言ってこうちょっとカットだけカットしてみてはい、はい、そういうことですか。はい、はい、ね、助手を入れたりとかできるような感じで横展開感じにできるぐらい、うん、なんかこう今は結構法人のお客様も多かったりするので、はい、大きい案件を年間に、まあ、こうあるんですけど、はい、入ってくるお金が入ってくる時期がこうすごいランダムになったりするんですよね。法人支払い遅いからね、建設業界特にすぐのところもあれば、はい、まあ、2ヶ月後みたいなところもあったりするので、はい、なんかそのいつもちょっとはこうベースで入ってくるものがあるなと思って、 そうですね、そういうものがあれば、うん、さらにそのスタッフを雇うのかとか、うん、ね、営業できるのかとか考えられるんじゃないかと思いました。なるほどね。まあ、あのそれもう一本の柱になると思いますよ、うん、あの同じ業務ですけど、はい、あのだって私もほら駆け出しの頃ね、最初 ISO のお仕事をやってて、で同時並行でケーブルテレビの仕事やってて、うん、ISO もコンサルで、ケーブルテレビも営業コンサルで、コンサル同じコンサルだけど一応2分野持ってたわけ、うん、で ISO で言ってたのは、あのなんていうんですかね、プレカットっつって分かる、あのね、今建売住宅ってさ、はい、プラモデルみたいになってるの知ってる？プラモデル、うん、継ぎ手が全部作ってあるの。あ、そうで説明書が来て、その継ぎ手の何番の部品をどこの何番にはめればって感じでやるともうできちゃうのよ、その木造軸組みのね、軸組みが。でそのプレカットっていうその加工する工場があるんですよ、そのプラモデルを作る工場があるんですよ、その家のね、家のプラモデルっていうか本物の家なんだけどプラモデルみたいにできるあの家があるで、昔はそれを現場で木持ってきて加工してやってたから、ね、大工さんが一位でそうそうそう、そこに合わせて全部がオーダーメイドだったんですよ、ね、そう全部、そうそうそう、もうその場で継いで作ってたから、うん、でそれ作っちゃってたの、日本の職人ってすごいから、うん、でもそれやるとこれ半端ないでしょ時間もかかります、ね、時間かかるし、で継ぎ手なんてほら大体用途に応じて決まってるから、だからもう機械で全部作っちゃって持ってった方が早いわけよ。でそれの工場があって、そこの ISO の、 あの一応まあ何ですかね、合格受け容認だったんですよ、これは。へー、はい、あの審査来るので、それに対応するやつをやりながら、まあ、別途ケーブルテレビを売るっていう仕事も実は同時並行してたので、あんまり言ってなかったかもしれないけど、なんで同じコンサルのお仕事だけど、まあ、そういうちょっと企画系のお仕事と、まあ、普通の営業系のお仕事を2個実はやっていて、最悪の場合はそっちでも増えるようにと思って、あの今で言うとあのプライバシーマークとか、はい、ISO 27000って言ったのなんかほら情報セキュリティの、はい、あれも実は俺資格持ってんのよ。そう、最悪の場合こっちでも仕事と思ってて実はでも使わなかったんですけどね、最悪のケースが起こらなかったんで使わなかったんですけど、うん、そんな感じです、うん、だから同じなんかこう分野のお仕事でもそれで B2B と B2C 分けてやるっていうのが僕はすごいいいと思うので、うん、はい、
はい、これが2本目の柱になればいいね、うん、で、バームーフのバームーフで移動して移動して生産性上げる、はい、ということですね。そうです。大体なんか落ち着くべきところに落ち着いた感じがするな。そうですね、ようやくね、すごい時間かかって、ね、すごい時間かかってきましたけどね、はい、これね、あのこの後の真鍋さんの回で発表しようかどうか迷ってたんですけど、はい、ちょうどいい感じなんでね、落ちるとこ落ちたんで、五十嵐さんね、うん、で、ほら、もう真鍋さんもらう天職見つけた、はい、プロの占い師さんですから、ね、今ね。ありがとうございます。でしょ。でね、あの、マネの裏取って去年の確か11月から始まりましたよね。はい、おですよね。そうだ、はい。で、私の融資なんですけど、実はね、返済期限が1年なんですよ。そうでしたよね。そうだった。来月の収録の時には、返してもらわなきゃいけないんですけど、まあ、ただ、あの、ただね、もうこれもいきなりなんですけど、またこれ答えも言っちゃってあれなんですけど、全額返せとは言いません。はい、とりあえずもうこれ以上投資いらないでしょ。なんか投資する今、うん、ラストチャンス。ラストチャンスですよね。うん、ソフトを買いたい。ああ、いいんじゃないですか。はい。で、これでね、とりあえず投資額を確定して、はい、余った分だけとりあえず返す。はい、そして、来月の収録の時に、返済計画をお願いいたします。わかりました。そういうことなんです。はい。なんで、いや、いいですよ。まだ少しお金残ってんだったら無理して何か買ってもいいですけど、その後返済計画の日々ですので、はい、はい。負債の規律ということでね。そろそろもう返済できるでしょう。ミカちゃんできそう。できるでしょう。だって、あれですよ。あの使ったお金が30万で、はい、1年に1万円ずつ30年で返しますだって返済計画ですよ。あ、そっか、大丈夫です。そういうんです。大丈夫です。返済計画って一括返済しろって、いついつまで全額返せって意味。返済計画そうなんです。しない計画って言ったじゃん。ここはそうここは倒産する予定にしてた。違う、そうじゃなくて、だから、まあ、年に1万円とか、まあ、例えばじゃあ年に5000円ずつね、あ、月5000円ずつ返してね、年間でだから例えば6万円返しますとかだったら、例えば30万使っちゃったら5年で返せるじゃん、うん、という計画ね。現時点での返済計画、はい、だからあの使った、もう無利子ですから基本ね、はい、無利子融資なので、はい、使ったお金とその返済の計画、五十嵐さんの中でもすぐ売り上げ出ちゃうからね、返せそうですけどね。仕事してるし。そうですね。そうですね。真鍋さん大変だよ。真鍋大変です。真鍋今ね、今すごい今計算してました。ギャペいくら使ったのかみたいな。一応あの使ったお金の、まあ、明細書というか、はいはい、ね、あの一応リスト、ね、一覧表と、はい、ね、大丈夫大丈夫、はい、ね、いくら使っちゃったのかっていう報告 ね、はい、ね、プラス、そんなに使ってるもの、あの iPhone とかそういう機材系、そんなもんでしょ。通信費に厚さみたいな、ランニングに使ってたのね。はいはいはい。あ、掃除費ね。はい。もうランニングは自分で売り上げ出さなきゃダメよ、これから。はい。まあ、ランニングもそこから出しててもいいけど、はい。返済計画に入りますからね。はい。何をいくら使ったのかという一覧表と、残っているお金、現生で、ね、はい、お持ちいただいて、ね、私も領収書書きますから、そこでね。そうですよ。領収書書きますからね。すごいビジネスっぽいですね。ビジネスですよ。だって、マネーの裏トラって言ったじゃないですか。1年間遊んでたわけじゃないですよね。大丈夫？違います。何ですか？これ負債の規律ってやつですよ、ね、はい、ちょっとあのビシッとしなきゃいけないので、はいはい、11月で、第1次決算と、はい、決算ということで、まあ、商工ファンドみたいな、ね、ノリでね、まるまる売れみたいなことはないですから、大丈夫ですから、はいはい、大丈夫なんで、まずは何にいくら使って、ね、どんなことやったのかということと、ね、これからの返済計画ね、こういうふうにやれば返せますみたいなね、いや、素晴らしいですね。ね、ご利用は計画的にということで。そうですね。ね、そうですよ。大丈夫、真鍋さん。ちょっと今何に使ったんだろう。もう今頭の中真っ白になってます。やばいです。だって返すんだよ、あのお金は。そうです。返す。分かってるよね。もちろんです。返すものですよね。そうですよね。ちゃんと明細書もつけてね。まあ、要するに領収書まで出すといいませんよ、はい。何でいくら使ったみたいなリストでいいので、はい、ね、で、それでいくら使ったんで、はい、100万円からそれいくと、残りがいくらですか。はい、ここにいくらあります。確かめてください。もう基本中の基本です。もうこれがもうあの成立しなかったら、ね、資本主義終わります。そうです、はい、鉄則、やっぱね、借りたものは返す。資本主義の基本、ね、これができないとダメですから、はい、はい、大丈夫ですね。はい、はい、まあ、だから五十嵐さんもそういうことで、はい、そう、五十嵐さんもね、最終的におられるのは多分ね、本業をアシストするような形の投資に落ち着くかなみたいなふうに思ってたの。1年弱かかって一周したけど、結局自分のすぐ近くに冒険の、ね、源泉があったねと。いうことなんで、はい、あの、私はそれでいいと思いますよ。でも、はい、あの、すっごいちまちまなんですけど、はい、今もあの
株式投資をやっていて、ね、やっていてっていうかもうほとんど時間は使ってなくて、ね、ドルコストヘッジングをやってるので、うん、それでも本当にまあこの1年だけで考えたらそんなになんですけど、うん、でもこれからそれ長くやっていくって考えたら、ね、なんかそのやり方を学べたのはすごい良かったな。大きいですね、確かにね、はい、じゃあ最後じゃあソフトでも買ってですね、はい、で決算を迎えるということでお願いできることになりますので、はい、はい、ということで皆さんこの後は真鍋さんですよ楽しみね、はい、ゴー。今回のマネーの裏側はいかがでしたか？ぜひ応援メッセージや感想をコメント欄に書いてください。皆さんのコメントがとっても励みになってます。いつもありがとうございます。この動画を面白いと思った方や応援してくださる方は高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。